こんにちは。いや、不思議ですね。私ね、会社ってイメージはね、なんかビルがあってオフィスがあって社員がいっぱい働いててみたいなことを考えてたんですよね。日々書類に追われたりとか、残業があったりとか、飲み会があったりとか、そんな気がしたんですけども、私ね、今ね、一人で複数の会社やってるんですけども、書類に追われることも別にないですし、なんかね、従業員がたくさんいるってこともないし、何なんでしょうかね。で、取りも直さず、先ほどお話した古い会社像ってのはコストがかかりすぎるんですよね。だから言ってみれば、コストを稼ぐために営業してるような感じなのかなと思うんですよ。ですけども、私みたいにやってしまうと、吉谷さんみたいにやってしまうと、コストがかからずに売上がそのまま利益になるみたいなね、これを、よく考えれば効率的、悪く考えるとGDP がちょっとね、減るのかなと。で、取引先をあまり必要としないんで、産業の衰退にはなるのかなと思うんですよ。だからね、考え方ですよね。だから経費をたくさんかけてる会社って、取引先をたくさん養ってるとも言えるんですよ。いや、これはすごいことだと思いますよ。産業をある意味、抱えてるわけですからね。でも私は、例えば通販で、こうやって充電器買ったりとかする程度で、家賃とかもね、あれですし、じゃあ社用車がそんなに毎日動くかったら動かないし、何なんですかね。で、その話から離れて、ちょっと税金の話に戻しますと、税金って納税が少ない時ってあんまり気にしなかったんですけども、納税額が増えるとより正確に申告しなければならないし、納税額が増えるとなぜかね、漏れてますよ、もっと払ってくださいみたいなのが来るんですよ。何なんですかね。払ってない人は追及が来ない、きちんとたくさん払ってる人はもっと払えと来る。で、間違えたら修正申告なり脱税なりの嫌疑かけられて窮屈な思いをすると、やっぱりね、公共の福祉のために税金って払うもんだと思いますけども、なんか払えば払うほど不正をしてるというふうな目で税務署が見てくるっていうのは、これは腑に落ちないですよね。だからなんか、身近な例で言ったら、いい人っているじゃないですか、善意の人。なんか裏があるんじゃないのと思われちゃいますよね。私これ言われたことがあるんですよ。どう見るかはいろいろなんですけども、ある女性と話してる時にね、こういうふうに言われたんですよ。くぼっちは悪いところがないと。だからおかしいと。まるでね、卵みたいにどこを見てもつるっとしてると、人間っぽくないんだっていうふうに言われるんですよ。さすがに私もね、なんかなるべくいい人になっていきたいなと思ったり、失言に気をつけるためにね、ちょっと言葉を選んだりとか、それから礼儀正しくするわけですよ。いわゆる常識的な行動を、するし、悪い噂が立たないように、出過ぎたことはしないようにね、その時はしていたんですよね。そうすると悪いところがないから悪いっていうなね、そんなレッテルを貼る人もいるんですよ。どうしろって言うんだよみたいな感じですよね。吉谷さん、そういうことないですかね。で、私は一体久保さんは何をやって仕事をしてるんですかみたいなこと聞かれるんですけども、人が生きていく上で仕事をするのが前提っていう考え方も私はないんですけども、でもそれは当然ですけども、何してるのって聞かれたら、大抵仕事のことを指してると思われますよね。何してるのって言われたら、私はね、隠居してますと。毎日ブラブラしてますよって、無職ですとかね。そんな感じですよね。形だけ会社やってますとかね。で、どんな会社って言ったら、何もしてないみたいなね。そんな感じになっちゃいますよね。YouTuber という言葉が本当に出てきてくれて助かりました。で、ある程度の市民権を得てくれてね。私はまだから、今はね、今年の夏あたりから YouTuber ですって答えることにはしてるんですけども、で、チャンネル登録1万人ちょっといますよとかね、毎日更新してますよっていうふうに話すと、その方も見てくださいますしね、これが一番いいんですかね。だから私が育ってきた頃の常識では、今この年になったら世の中は渡っていけないのかなと思いますし、多分数十年前の40代の人もそういうふうに感じたんですかね。これだから今だけじゃなくて、100年前200年前500年前の40代の方とかね、ある程度社会人経験積んだ方も、いや俺たちの若い頃とは変わったよねとか言ってたんですかね。
そうですよね、今だけじゃないですよね、こういうのはね。幼い頃ね、こうやってチェン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 ってチャンバラで育ってきたなんか戦国時代の子供たちが大人になったら、みんな鉄砲使ってるぞみたいなね、こんな感じですかね。はい、いってらっしゃい。